い、どれです。最近ですね、外でゲームする機会が増えまして、まあ今まで引きこもってね、お家でゲームしてたんですけど、ついに外出中ゲームするようになりました。最近スノーボードにちょっと遠出してたんですけど、やっぱ外でできるゲームだからね、やっちゃいますよね。ということで今回は4対4の対戦ゲーム、キックフライトというゲームを遊んでいきたいと思います。このゲームの特徴はね、空が飛べるんですよ。俺空飛びたかった空飛びたい。ステージ自体がまず広いんですよね。その広いステージで自由に空を飛び回って戦うことができるゲームです。やりがいあるよね。俺が外出中にちょっとやってたんだけどさ、ランクがね、B になりました。 S ランクまで行くと強いだろうね。 B まだ普通だ。俺もまだ初心者なんで、これから力つけていきたいなと思います。じゃあちょっとやっていきますか。はい、マッチングしました。で、今回のルールなんですけど、スクランブルってルールで戦っていきたいと思います。実はスクランブル以外にも何個かルールがあるみたいで、まあ、今日はね、スクランブルなんですけど、ルール説明していきますか。試合が始まって終わる3分間の間で、フィールドに落ちている50個のクリスタルを多く集めたチームが勝利となります。敵に攻撃して集める邪魔をしたり、自分で集めてポイントを稼いだり、まあ、いろんな戦略ができるかと思います。ゴー！じゃあクリスタル集めていこう。50個あるらしいからね、全部取りたい。50個全部俺が捕まえたい。オッケーオッケー、順調にいっぱい集めております。敵全然来ないね。諦めたか俺が怖いのか。ここ味方ね味方でぶつかっちゃった。味方とぶつかっても何もないんだね。ずっとね、敵探してるんだけど、いいや、これ一回戻しましょう。ガーディアンにクリスタルを入れます。これ置いとくとね、まあ、安全ではないんだけど、まあ、絶対に安全だけではないんだけど、まあ、敵に取られづらいと。ガーディアンも攻撃してくれるんですよ、敵を。意外と自分の王で戦うのいいのかな。お、これ味方と一緒にいっちゃう。いけるいけるいけるタコ殴りよ、タコ殴り。オッケー。敵のさ、そこのガ、あ、でもガーディアン近くか。あんまりガーディアンの近くで戦いたくないんだよな。あれ、相手のキッカーなんか硬くね。体力めっちゃあるんだけど。実はですね、このゲーム、キッカーによって特徴があるんですよ。今回僕が使ってるキャラクターは、ツバメくんっていうキャラクターなんですけど、この子はスピードタイプのキッカーで、移動速度が速いです。まあ、キッカーについては動画の最後でまた説明したいと思います。あ、やべ、捕まった。ごめんなさい。やられた。敵とあっちゃ負けちゃうよな、今の体力。この人強いな。あ、でも味方も強い。OK、リスポーン復活しました。どうしよっか、一応負けてるんだよな。散らばってなくない？誰かやっぱプレイヤーキルして倒した方がいいのか。奪った方がいいな、プレイヤーから。これはやっぱね、集める方が好きなんですよね。ラッキーラッキー、誰かが出してくれたな。 OK、 もうこれ少ないけど入れに行くか。一回ガーディアンに預けときたい。一応3分間っていう中で戦うんで、スペシャル発動。これ発動していくと安全に入れられる。もう攻撃されることがね、一番怖いですからね。入れてる時に攻撃されるのが怖いから、一回これで、あれ？ちょっと待って、操作が離れたくそ。一回倒しちゃいたい。一回入れよう。ちょっと少ないけどね。オッケーオッケー。逆転したんじゃん。逆転したぞ、逆転。何それ。謎の弾け飛んだ。よし、ナイス。あ、バカバカバカ、やめろ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 。うちのガーディアン攻撃すんな。いや、これディスクスキルで。うわぁオッケー。え、どっちどっちどっち、え、勝ったんちゃう。ドローめちゃくちゃ熱い。何この試合、めちゃくちゃ熱いじゃん。じゃあさっきバトルしてた時に言ってたキッカー、
いろんなキャラクターがいるので、一緒に見ていきましょう。俺もね、ゲットしてからね、ちゃんと見てなくて、自分も初めて見るので、みんなと一緒に見ていきましょう。一応ね、コスチューム見えるんだけど、黄色と、これなんだ、紫、いや、青だな。ごめんなさい、僕がまだね、始めたばかりで、そんなにキッカーは持ってないので、なかなか紹介しづらいんですよ。あ、かわいい！ルリハちゃん。で、この子回復できるんだって。これ色がついてないやつは持ってないんで、色ついてるやつだけ見ていきます。かっこいい。カイト。手裏剣使うって書いてるから、ちょっと忍者なのかな。この子はなんだろう、発明家とかエンジニアみたいな感じですかね。これ持ってないんだけど、猫とか、あとこれなんだ、なにこれこれなに、鬼みたいなキッカーいますよ。みんな今風のコスチュームでかっこいいね。まだランク B なんで、もうちょい上げないと、スクランブル以外のルールできないので、これちゃんと上げていこう。そうだ、今このゲームね、リリースキャンペーンが実施されてるんですけど、今始めると、全員が、事前登録、豪華報酬っていうのがもらえます。なので、今のうちにね、ダウンロードして遊んでみてください。友達と QR コードでフレンドになっても、豪華報酬がもらえるみたいなので、どっちみちやるなら、今から始めた方が良いです。みんなもちょっとやってみてください。ということでですね、今日の動画終わりたいと思います。お疲れ様でした。あっ、誰や！ついてこれるか？こっからでも撃つぜ！これでも食らえ！本気で行くぜ！バーストグライド！Thank you.